芝彦神社、塩釜神社は宮城県塩釜市にある神社。芝彦神社は式内社。塩釜神社は式会社、六国一宮。両者合わせて旧社格は国兵中社で、現在は神社本庁の別表神社。神門は塩釜桜。塩釜神社は全国にある塩釜神社の総本社である。 1975年度撮影の国土、交通省国土画像情報をもとに、作成写真左には、竹家の守護神が祀られている、塩釜神社左右るが、仙台城に相対するように、南南西を向けておかれ、主祭神が祀られている、塩釜神社別宮は、公開安全を背負うため、仙台湾を背に北西に向いている。写真右の柴彦神社は南東を向いている。 古代の交通は写真の右下方向フレーム外、現在の塩釜港は写真の右方向フレーム外。元は当時には塩釜神社のみが鎮座していたが、明治時代に芝彦神社が境内に潜座し、現在は正式名称を芝彦神社、塩釜神社都市一つの法人となっている。塩釜神社境内には国の天然記念物に指定されている塩釜桜が、 あり、毎年当地の報道で取り上げられている。また、塩釜港祭りの際には、塩釜神社が祭りの出発点となり、芝彦神社、塩釜神社の御輿が、塩釜市内を練り歩き、魚座船を、はじめ、約100隻の船を従えて、松島湾を巡行する。東北開拓の守護神であり、多くの初詣客が集まることでも知られる。 秋には大規模な喫茶店が開催される。芝彦神社塩釜神社エンドロカミは謎の多い神であるが、海や潮の神格化と考えられている。神武天皇や山幸彦を導いたことから、公開安全、交通安全の神徳を持つ者としても見られる。また安山祈願の神でもある。武三和知人と共通主神は東北を平定するために派遣された、朝廷の神。 芝彦神社拝殿、芝彦神社は、寒川河藩に降臨されたとする芝彦神を祀る神社である。中世までの詳細な所在地は不明だが、東山道から多賀城へ通じる交通の要所で、軍事的にも岩切城などの重要な城が置かれた、宮城郡、岩切村の寒川砂岩に位置していたとみられる。元禄8年に書かれた演起によれば、 天智天皇三年に初めて官兵が使わされたとされ、王国国主が重要視した王こそとして、鮭七人がいたとする。同演技では、柴彦神の由来をエンドロ王神のことであり、栗原軍の柴姫神社と同体であるとしているが、由来については諸説あり、現在のところはっきりとしていない。農耕主後、植産、国土開発の神と伝えられている。 生は天皇の上元元年に、生五石も伊佐を四頭から十四石下に深海を進め、延長五年には、演技式新名帳へ、名神台として記載されている。このように朝廷からも数形されていたが、中世以降は推美していく。元禄八年の演技によれば、社地は百章の工作によって犯され、天正年間には火災により紙具や演技などの資料を失い、 遠方3年の再建時には六尺四方の小さな社殿となって岩切村の五図天皇社に合志された。明治時代になると国兵中車に列せられたことを機に大きな社殿を造営する機運が生じたが、現、八坂神社境内では、社地が狭かったため、潮釜神社境内に潜宮した。現、八坂神社境内の旧社殿はそのまま残し、 すでに先宮した当社から1877年3月に分霊して、関川神社として、拙者となった。明治以降の詳細については、後日を参照。新聞、塩釜桜総剣から中世塩釜神社は、武見和ずの命、共通主神が東北を平定した際に、両神を先導した、エンドロオオカミがこの地に泊まり、現地の人々に声援を教えたことに始まると、 伝えられる。公認11年に先進された公認式の主税式では、塩釜神を祀る量11万束と記載され、祭祀量1万束を国家から受けており、これが生死における塩釜神社の所見と言われている。さらに延長5年の演技式の主税式においても祭祀量1万束を国家省税から受けている。演技主税式によれば、 当時の道の区国の税収は60万3000束、塩釜神社の他に国家から再資料を受けていた三社の再資料は、それぞれ伊豆国三島社に千0 0 0束、出羽国合算大物記者に千0 0 0束、淡路国山と大国魂社800束であった。これらと比較しても国家から特別の扱いを受けていたのは明白であるが、同式の新名帳に塩釜神社の記載はない。また、 近世に至るまで、深海少女の記録もなく、式会社となったことと合わせて朝廷が一見、矛盾するような扱いを、なぜしたのか、その理由はわかっていない。歌天皇の身を、任何四年に一代一度の方兵として、大神宝士を使わすこととしたが、塩釜神社へは肝心元年、五一条天皇即位の際に使わされている。朝夜軍祭巻、第六に、初修の、 式外神社信号を占い将軍には、白川天皇代に直命を受け占った式外社の記述があるが、その中に、金足さ、延休二年十二月を占い、在地チ国春日、布川両社、ザ・ムツクニキヨヘツイ町会二社、同六年六月を占い、ザ・ミチノク国浮島塩釜町会三社、の一文がある。清しべが、塩釜の五字であるとすれば、 直命によりを占いを受けた数少ない式会社の中でも塩釜神社は延休2年12月と延休6年6月の2回を占いを受けたことになる。中世中世においては歴代の領主から数計された。前9年の役及びあと3年の役を経て藤原清平が道の区王領氏に任せられると道の区国の支配権は欧州藤原氏のものとなった。 文治2年4月28日付の竹城康氏、宛、書式の下し文や文治3年に、泉三郎中将より奉納された、鉄刀は、塩釜神社に対し欧州藤原氏が影響力と崇敬を寄せていたことを伺わせている。また、欧州藤原氏が文治5年に滅亡した後、鎌倉幕府が竹城康氏に、 臨時裁量伝を設定するよう命じた、研究4年3月7日付の文書には、一宮塩釜社の記述があり、鎌倉幕府から、塩釜神社が一宮と認識されていたことがわかる。加えて、文治6年に、欧州下校の将兵に、塩釜以下の診療において、老石をしないよう命令が出されていることからも、鎌倉幕府が、塩釜神社を重く見ていたことが狙える。 文治六年、伊沢家系が、源の頼朝から道のクるス職に任じられ、伊沢家系の子である家元の代より、伊沢氏は、留守生を名乗るようになる。以後は留守氏が、管理権を掌握し、神社の宮人を、自らの家臣団として編成した。留守氏はまた、塩釜神宮寺も支配した。神宮寺とは神社を管理する寺院である。戦国時代の末に、別当寺は、 宝蓮寺に代わり、江戸時代も当社の別当であった。14世紀の南北朝内乱期に入ると、東北地方においても南朝方と北朝方に分かれて合戦が行われるようになり、多賀国府の政治的求心力は低下した。これにより、留守も道の区一国に対する行政権を失ってゆく。それに代わり道の区国の武士の統率者となったのは、 室町幕府から派遣された欧州官令であった。欧州官令たちも塩釜神社に崇敬を寄せ、柴家県が文奈三年に祈願状を奉納。柴忠し持ちは文奈五年に塩釜神社の仮戸の造営と馬一匹の方が行うとともに祈願状を奉納している。同じく欧州官令の吉ラ忠し行が塩分五年に鳥居造流、社糖造営、釜一口方位。 神馬捧ぐびき、大半夜一部読み踊り、新行十万部読み踊り、岡倉禁氏などの立願を行い、さらに築情報を寄進している。王安八年以前に編纂されたとされる、浦部スクネ奥垣の諸国一宮神明町には、道の区国の一宮は、塩釜大明神と記されている。しかし、その後の室町期に編纂されたとする、大日本国一宮記では、 むつく一宮は、ととこわき神社とされた。この後、近世においては、主に大日本国一宮みが参照されたことから、塩釜神社は、近世以降の一宮との認識が持たれることがあった。しかしながら、江戸時代初期の新道者、立花の三期が、全国の一宮を参拝した際は、大日本国一宮みの類本である。 吉田一のみ焼きと豊か吉原一宮み焼きを携帯して諸国をめぐったが遠方6年に塩釜神社を訪れている。近世近世に入り仙台藩立家が寄せた数形は特に厚く、伊達氏が統治を治めた江戸時代以降から明治時代に至るまで歴代仙台藩主は王冠主として祭事を司ると共に車両、立ち、新名などを寄進した。 初代藩主正宗は岩出山から仙台に居城を移すと、両内寺社の整備に取りかかる。塩釜神社へは、元那5年に、車両24巻336分を寄進、慶長12年に、社殿造営を行った。二代藩主忠宗は、寛永13年に首郎を再興し、百6 6 4年には、拝殿、さらに慶安3年には、長床を修造している。 三代藩主津奈宗は、伊達騒動で、万治三年に家督を、この津奈村に譲っていたが、漢文三年に、大幅な社殿作り替えを行うとともに車両七冠584分を、寄進している。歴代藩主中で最も厚い数計を寄せた四代、藩主津奈村は、まず上京二年に、塩釜の租税免除、市場開催許可、港湾整備を行って、道地を手厚くぐうした。 状況4年には、吉田家に、深海少女を依頼し、塩釜神社に、小1位が少女されている。さらに、元禄6年には、神儀関連吉田県連をして、塩釜社演技を編纂させ、それまで諸説あった祭神を確定させた。元禄8年に、社殿の造営計画を立てて、工事に着手し、9年後5代藩主、吉村の方営元年に竣工している。 この時造営されたものが現在の社殿である。法栄期以降は20年に一度の式年遷宮の制度が設けられ現在に至っている。また、五代藩主吉村も1704年の社殿春光成就を記念して、車両55巻分を寄進している。1871年に芝彦神社が国兵駐車に列格1874年12月に、 芝彦神社が別宮本殿に遷宮されると同時に、塩釜神社が国兵中車に列格した。その後、1934年から1938年に、芝彦神社が国費を持って、社殿新築。1938年から1942年には、塩釜神社が国費による集築を行った。第二次世界大戦後に、 旧社格が廃止されると、当社は神社本庁が包括する別表神社となった。また前述のように20年に一度の式年遷宮が現在に至るまで行われている。松島湾を囲む松島丘陵に深く入り込んだ入り江の一つに道湾の南西部に位置する地下の裏がある。この地下の裏に東向きに突き出した岬だった位置、森山の尾根城、標高約50メートルに、 塩釜神社や芝彦神社などが立ち、南陸の標高10メートル以下の地に、猿田彦神社などが立つ。一森山の南側は、かつての千賀の裏の最央部であったが、現在は投流する原井川となり、その一部が暗渠化されて、宮城県道3号塩釜吉岡線が通っている。同県道を挟んで南側には、これも松島丘陵の樹脂上丘陵である、江尻山がある。 道山のお根じにはかつて、源の通るの別荘があり、現在は、あたご神社や宮城県塩釜高等学校などがある。また、北陸の標高、約2メートルの地に、岡間神社がある。市森山の東側及び、江尻山の東側にも、かつての線画の裏が入り込んでおり、おののの東側にはこれも松島丘陵の樹脂上丘陵である、女郎さんが岬を突き出していた。 現在、女郎山のおねじょうには、伊勢神明社、稲荷道山のおねじょうには、稲荷神社などがある。これら、松島丘陵の樹脂上丘陵の間にある、V 字国の沈水地形は、現在は、なお、千賀の裏に、交通、すなわち、外交を置いていた道の区国府、多賀城は、当地の南西の松島丘陵南斜面にある。境内は、斜限14棟と、 鳥居一揆が重要文化財に指定されている。これら社殿は、仙台藩四代藩主、伊達綱村の時、1695年に自陳が行われ、五代、伊達吉村の時、1704年に竣工したものである。なお、随心門は1698年、左右偶拝殿と、別宮拝殿は1699年にそれぞれ上等しており、本殿が完成して、 戦宮の行われたのが、宝永元年のことである。愛区刀寮は、松原助兵衛重なり東西に並列する左宮本殿、右宮本殿は共に三権者流れ作り。各本殿の手前に霧妻づりずま作り妻入りの左偶、平殿、右偶平殿が立ち、これらの手前に接して左右偶回廊が、東西方向に立つ。左右宮回廊は、中央部を霧妻づりつま入り。 左右を切り妻作り平来時とする。回廊両端から発した水垣は、両本殿を中心とする聖域を隠している。回廊の手前には、入りもや作りの左右偶拝殿が立つ。本殿、平殿、回廊、水垣はいずれも日和田吹きで、部材は、白木仕上げとし、各所に取り付けた装飾金物以外に目立った、装飾のない簡素な衣装とする。これに対し、拝殿は、 銅板武器シュール士塗りとする。左右宮の手前東側に西面して立つ別宮は、本殿、平殿、回廊、水垣、廃殿から構成される。別宮の本殿と平殿は、左宮、右宮の本殿、平殿と同規模、同位称とする。別宮の回廊、水垣も左右宮より規模は小さいものの、衣装、構成は共通している。 拝殿は左右偶拝殿が正面七間、奥行き島であるのに対し別宮拝殿は正面五間、奥行き三間とする。本殿、平殿、回廊、水垣を日和田吹き、白木仕上げとし、拝殿を銅板吹き、シュールしぬりとする点も左右偶と共通する。左右偶本殿の手前には空門及び回廊、その手前に随身門が立つ。空門とは通常、 当派フを持つ門を指すが、当神社の唐門は、霧妻作りの四つ足門で、当派フを持たない。重要文化財指定名称は単に、門となっている。門と左右に接続する、回廊ともに銅板武器、朱塗りとする。随神門は三間牢門で、銅板武器、朱塗りとする。神社入り口の石段下に立つ鳥居は、河口岩製の明神鳥居で、1663年の、 混流である。社殿の配置以下の4社は、楼門を入って、左手に、朱塗り木造銅板武器屋根の右ふをかけられ並んで、鎮座している。明治維新前後に書かれたと言われる、塩釜社人席では、社内接社であるとしている。東山道入り口の鳥居から南に、約100メートル行った塩釜市中心部の商店街にある、境がいまし社。 塩釜という地名の由来となった塩釜神社の神器、神別井を安置している。この他に、塩釜神社の表坂向かい側、通るが、丘の際には、原江戸社という小さな石祠が鎮座している。祭人として、原江戸与柱大臣を祀る社で、昔は、原江戸社で身を清めてから、塩釜神社へ参拝したといい、また名越の大払いの神事がこの石祠の前で、 行われていたという。現在、名護市と大晦日の大払い式は、芝彦神社の長寿社の南側にある、払い所前で再考されている。文献によれば、塩釜神社には14の境外抹社があるとされる。14という社数は同じであるが、文献によって記載されている神社が異なるので、以下の一覧にまとめた。演社由来追考の設位置は、遠方6年の春に、 大衆君の命により、古老に尋ねて記録した、と同書に記載がある。また、説議では、神社数は13しかない。社名、神座地は、別当法蓮時期、または、記載文献による。和祖の文献で14抹者とされている神社。1877年3月21日、塩釜神社と密接不利の関係にあった、美節神社、関川神社。 水佐姫神社の三社が、国平中社、芝彦神社、塩釜神社の拙者に定められた。所在地配管時間、料金交通アクセス鉄道車。ありがとうございます。